はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。1時ですね、もうすぐ15分になりますね。まったりとした午後でございまして、お昼にビール系飲料3杯いただきまして、ふわっとしてますけど、この後昼寝できたらしようかなと。日曜日ですからね、今日29日です。はい、あんまりゆっくりもしてられへんですけどゆっくりすでほんまにみたいな。行きましょう。時事 .com でございまして、スポーツエリート教育に会議論、東京五輪で韓国人が感じたこと、チェさんの目っていうですね、8月29日今日ですね、朝の9時に出た記事でして、何やろうなと、別に読むともなしに読んでてね、ええー、と思ったんですけど、昔ね、私がどうでしょうね、学生の頃までは、オリンピックっていうのはアマチュアが出るもんだったんですね。まあ野球もあったんです、昔から野球もあったんですけど、要はプロ野球選手は出れないという規定があって、プロスポーツ選手は出れないという規定だったんですね。で、その頃ソ連という国があって、東ヨーロッパはみんなソ連の衛星国だったんですけども、ソ連とかですね、中国とかっていう共産主義の国っていうのは、どう言いましょうね、その民間企業は基本的にないわけですね簡単に言うと全部国営企業なわけでして、そうするとそのアマチュアというのが非常にその曖昧なんですよ。でやたらと強い選手が出てくるわけでして、それは国家がですね、その育ててるわけですよ。だからステイツアマなんていう言葉がございまして、一応形だけアマチュアなんですけど中身プロみたいな、でその中身プロみたいな選手がいる、その国家代表オリンピック選手ですね、例えばアイスホッケーでソ連のステイツアマみたいな、要はソ連代表みたいな連中ができたところに、アメリカはですね、アマチュア主体のですね、大学生とかそういう選手が主体のアマチュアのアイスホッケーチームが戦って勝つというのがですね、1980年頃にあったんですけど、それドラマというか映画になりましたね。でその時に、そのあれですね、ロッカールームでの時にコーチが選手たちを励ましたスピーチがですね、ペップトークということで、その一つの分野になりましたね。人の心をいかに奮い立たせるかって、日本語で言いますとダフをしてたたしむっていう、いや激文のことを言うんですよ。激文っていうのはですね、みんなこう立ち上がれと、今私の文に参集して一緒に戦おうというのが激文なんですけど、その激文はですね、ダフをしてたたしむ、要はもうダランとしねって、私みたいな人間ですね、ダフっていうのは毎日ビール飲んでっていう人間がその文章を読んだらですね、これはいかなあかんっつって、獲物武器を取ってですね、昔は刀ですね、取って、いや駆けつけて私も一緒に戦いますって、こう言わせるのをダフをして楽しむっていうんですけど、これアメリカ流でいきますとペップトークと言いまして、アマチュアの選手たちですね、ソ連はステイツアマが出てくると、もう国家を代表する選手たちで、こっちはアマチュアの集合体で、そんなもん勝てるわけないやんとみんな思ってるわけですね、アメリカの選手は。それをそのコーチはですね、君たちはって言ってこうペップトークをするわけですよ。でそれでこう奮い立ったアメリカの選手がですね、なんとソ連のステイツアマに勝つというのがですね、1980年代だったところですね。ドラマというか映画になってました。ちょっとどんな映画か忘れましたけど、で、ずるいやんと僕ら思いますね、ステイツアマっていうのは。国家に育てられてですね、育成も何もかも全部国家予算でやってくれるわけですよね。で、日本ではまだそのどう言いましょうね、一部競技、例えばプロ野球なんかはですね、野球選手を出してますけども、ほとんどの競技はですね、そのプロというのはプロ競技は成立しない。日本はどう言いましょうね、商業自由主義資本主義の国ですから、プロが成立している競技もあれば、プロがいない競技もあるわけですね。例えば柔道なんていうのは、あれはプロなんですかね。野球は完全プロですね、ゴルフもプロですね、テニスもプロですけど、バスケットはかろうじてプロあるんですかね、バレーボールもプロがあるとかないとかってようわからん状況ですけども、バドミントンなんか完全あれアマチュアでしょ、あれ。だから剣道の大会とかあると警視庁の職員が大体取ったりしますよね。それってアマでしょ、警視庁の職員であれば。で基本アマが基本なんですけど、
どうやらお隣さんはですね、まあ、なんていうかステーツアマみたいなことをやってたということらしいんですよ。このチェさんの目、スポーツエリート教育に懐疑論、東京五輪で韓国人が感じたことのですね、わーっと書いてある。出だしはね、出だしを言ったけども、その世界中が新型コロナウイルス禍の混乱から抜け出せずにいる中、紆余曲折があった東京オリンピックがついに開催された。競技の結果に一喜一憂し、さまざまな感情が交錯する場面が放映され、うにゃうにゃうにゃって書いてあるんですけど、ね、どこが面白いかってここですね。ところで、今回のオリンピックを見守った韓国人たちを驚かせていたことがある。それは韓国人選手たちの成績や有名選手たちの番狂わせといった競技結果ではない。オリンピックに参加している多くの外国人選手たちが職業を持っていた、ということだと。職業を持っていたということだと、そうなんと思いましたよね、これ読んだ時に。それが驚くようなことなのかと思う人もいるだろう。だが韓国の常識からするとそれは十分に驚くべきことだ。韓国選手団はプロだろうがアマチュアだろうがスポーツだけに専念する選手たちだけで構成されているのに、そんな選手たちが社会人として職業を持って働きながらスポーツをするという人たちに苦戦していたという現実を目撃してしまったのだ。卓球男子シングルスの韓国人選手を苦しめたギリシャ人選手は41歳の歯科医だったし、韓国が延長戦の末新勝したイスラエル野球チームの投手は米国の有名投資会社ゴールドマンサックスのアナリストで休暇を取ってオリンピックに参加した選手だと。そうやったら知らんかったわ、イスラエルのね。でもそんな41歳プロにしてももうあかんやんという年ですね。さらに女子テコンドーで韓国のメダル候補を破り、韓国でも一躍有名になった日本の山田美優選手は信用金庫に所属し、実際に業務にも当たっているという事実が知られると韓国人たちは驚愕した。韓国人選手たちは東京ドームの35倍の面積を誇る巨大スポーツ団地、なんていうんですかね、鎮仙、国家代表選手村で最高の施設と食事の提供を受け、ひたすらスポーツだけに専念している。当然これには国家から全面的な支援、つまり莫大な税金が注ぎ込まれている。冷戦時代に東欧諸国が国家を宣伝するために才能のある子どもたちを発掘し、スポーツにおけるエリート教育を施したのと全く同じ文化が韓国に根付いているのだ。中国がね、同じようなことやってますね。運動神経の良さそうな子を集めて、もう徹底的にエリート教育をしていると。で、それでメダルを取らせると。で、金メダルを取った子がですね、なんかこれでやっとメダル取ったから、これを打ってお母さんの治療代に当てるとかって言ったら大騒ぎになってましたね。では、大人さん、君たちも同じようなことやってんのっていう世界ですね。君たちは少なくとも形の上だけは自由主義国の一員でしょと。せやのにステーツアマを育ててるのかということですね。ステーツプロですね、ほとんど。いきましょう。このような国家主導のスポーツ教育は過去の韓国スポーツ史において一定の成果を残してきたのは事実である。だがこのスポーツエリート教育に対して懐疑論が巻き起こったのが今回の東京オリンピックだった。社会人として仕事をこなしながらスポーツと両立する外国人選手たちがスポーツだけに集中し、育成されている韓国選手たちと同等に戦う姿に感銘を受けた。私生活や個性、自由を犠牲にしエリート教育の成果を求めることに必死な韓国選手たちの姿よりも、職業を持ちスポーツを楽しむ外国選手たちの姿の方がより輝いて見えたのだった。まあそうでしょうね。国家主導でスポーツ選手育成を続けるよりはメダルの数は減るかもしれないが、それが本来のスポーツ、そしてオリンピックの精神にふさわしい姿ではないかと自制する声が上がっている。もうちょっとですから行きましょうね。コロナ感染の危険やさまざまな刺激的なオリンピック関連報道で混乱が続いたオリンピックだが、ちょっと日本語おかしいよ。韓国が予想もしなかった場面で自制する機会を得ることができたのは間違いない。もしかしたらこれは韓国が東京オリンピックで取ったメダルよりも大きな価値が
価値のある成果なのかもしれないということで締めくくられています。時事通信社金融財政ビジネスよりということで、このチェ・ソギョンさんという1972年生まれ、韓国ソウル出身という方ですね、がお書きになる。時々このチェさんの目っていうコラムがあってですね、時事 .com に載るんですけど、なかなか鋭いですね。これ一応貼っときますんでですね、私は真ん中から後ぐらいを今全部読みました。前半は多少あって、それも多少は面白い。で、読みたい方は読んでください。でも僕も知りませんでした。お隣さんは日本とそんなに変わらへんのかなと思っていたんですけどね、やっぱりちゃうんですね。メダル取りに行けという感じで、そういう国だったんですね。その割には結果はパッとしなくてですね、だいぶ落胆されているような感じが見えますけど、野球なんかはね、プロが出てくるんで、日本と変わらない、選手については日本と変わらないやり方なんでしょうけどね。はい、ということでございまして、実はステーツプロばっかしやったという愉快なお隣さん選手団というお話でございました。はい、皆さんありがとうございます。